はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はアップデート情報を見ていこうかなと思います。明日28日ゲーム内アップデートが行われまして、キャラの情報修正とかなんかいろいろ追加されるんで、なんかこの内容がね、かなりやばい状況なんで見ていこうかなと思う。まずキャラの情報修正ですね。これに関しては、マジのビビたる調整なんで、これを機にぶっ壊れバチ強くなったっていうキャラはいませんね。めちゃめちゃ、ちょっとした調整でした。はい。で、ゲームのアップデート見ていくんですけども、まずは毎日無料ガチャがなんか、更新されるらしいです。はい。なんかよくわからへんねんけど、これ後日またお知らせ来るらしいんで、これどういう風に変わんのか、楽しみですね。そんでもってレアガチャ出現キャラ追加について、これに関しては、今月登場したガチャキャラが全部なんか追加されると。はい。まあ、これに関しても闇鍋にも程があるんで、まあ、ぜひともね、赤木の生まれ変わりぐらい運持っている人は引いた方がいいんじゃないかなと思う。はい。でもって月間スタンプカード、これなんですよ。僕が言いたいのは。月間スタンプ内容一部変更及び追加と、今回の報酬変更にて、選べる記念チケットのかけらもらえると。これやばない。選べるチケットのかけらっていうのはガチャキャラ一覧に常設されております。これ選べる記念チケットガチャ、これのかけらが1個もらえるんですよ。っていうことはつまり、10ヶ月に1回こん中から好きなキャラ選んで交換できるようになりました。このアップデートマジでやばくないか。だってここにいるキャラってさ、かなり2020年までに登場したキャラなんですけども、かなり使えるキャラ豊富なんですよ。ディオとか、あと、逆襲持ち、鬼滅キャラ、ダブルタップ、めちゃめちゃ多いんで、これが10ヶ月に1回無料はえぐいですね。月間スタンプカードは、これなんですけども、なんか毎日やったらなんかスタンプを押されるっていう、これにかけらが追加されると、おそらく追加される場所は、この最終日になるんじゃないかな、28日目。その辺がどうかわからへんねんけど、これはもう毎日やるほかないよね。このアップデートに関しては最近来た中じゃあダントツで激アツな内容じゃないかなと思う。んでもって挑戦可能の一覧に冒険追加されますのと、あと一部冒険のセリフ等々を原作に寄せた感じにされるらしいですね。あと個人的に激アツなのが曜日メダル交換所ラインナップ追加、曜日メダル1枚で、交換できるラインナップ追加というかで、これ何なんかな。僕ね、交換するやつが僕最近、スタンドの矢ジョジョのやつ1点狙いで、やることが多いんで、だから金曜日とか、あと何やろ、日曜日とかの曜日メダルがもう有り余っているんで、だからこれを機になんかと交換できるんは嬉しいかな。個人的には他の、例えば日曜日のメダルを、火曜日のメダル、火曜日がめっちゃなくなんねんな。あと木曜日とか、その辺のに交換できるんやったらかなり激アツですね。多分これはコインとかになるんじゃないかな。アイテムに交換かなと僕は思うな。あと、運特性追加、これ8月9日ちょっと後なんですけども、鬼滅キャラが、運特性追加、これ今まで追加されてへんかってんな。僕はてっきり追加されてるもんやと思ってたんですけども、個人的にはこの素顔の伊之助運特性追加されたらかなり強くなるんじゃないかな。今でもなかなか使える運枠なんで、これを機にね、使ってみた動画撮ってみようかなと思います。はい。こんな感じやったんですけども、マジでこの選べる記念チケットガチャかなり激アツなんで、もうこれからも毎日やろうか。